パワーモスフェットは、大電力を取り扱うように設計されたモスフェットのこと。他のパワーデバイスと比較すると、スイッチング速度が速く、低電圧領域での変換効率が高いため、200V 以下の領域で、スイッチング電源や DC、DC コンバータ等に用いられる。 モスフェットの回路図記号図1、プレーナゲート型 N チャンネル縦型、モスフェット図2、トレンチゲート型 N チャンネル縦型、モスフェットパワー。モスフェットの基本的な構造は、ダモスと呼ばれる構造で、N 基板の上に形成された、N エピタキシャル層表面側に低濃度の P 型層と、高濃度の N 型層を二重拡散で形成した構造である。この構造が多数並列接続され、 一つの素子となっている。素子の音抵抗を低減するためには単位セルの微細化が有効であり、表面に溝を形成しその中にゲートを埋め込むことにより単位セル面積を縮小するトレンチゲート型が開発されている。さらに、抗体圧化、音抵抗、スイッチング損失の低減を追求するため様々な構造が提案されている。素子の耐圧は、 N 層の不純物濃度と厚みによって決まり、電流は、チャネル調によって決まる。耐圧を高くするには、N 層の不純物濃度を低くし、厚みを厚くすることが必要である。そうすると電流を流すときの抵抗が大きくなる。具体例では、60V 程度の耐圧素子では、音抵抗値が100メートルオム以下というのが、極普通で 30A 程度のスイッチングをした場合5 W 以下と、 非常に電力ロスが少ない。しかしながら、4 0 0ト程度の耐圧素子では、音抵抗が1から1 0ームもあり、10A 程度の回路に用いた場合10から 100W と、桁外れにロスが大きくなる。このため、高電圧用途の代表であるインバータでは、照明用途程度でしか利用されておらず、大電流用途である、電動規制5分野では、 絶縁ゲートバイポーラトランジスタが主に用いられている。新たな技術として、本質的に、高体圧の素子が、構成可能な単化系素系の半導体を用いる、ことで低体圧素子と大差な N 型層の厚みと、不純物濃度で高体圧の MOS フェットにおいて、温抵抗100メートルをい日という素子も開発された。またこの高体圧シック MOS フェットを、応用した、 高体圧かつ低飽和電圧特性のイベットも開発されている。図の P と N を反転し、P 基板上に P エピタキシャル層を形成し、表面側に N ボディと高濃度 P 層を形成した P チャネルモスフェットも存在する。この構造では主要なキャリアが成功であり、電子と比較すると移動度が低くなるために音抵抗が大きくなり、 N チャンネルモスフェットと比較するとスイッチング特性が悪くなる。パワーモスフェットとして重要な特性は耐圧と音抵抗である。ありがとうございます。